ランタオ島の位置ランタオ島ランタオ島は、香港域内の島。香港島の西方に浮かぶ香港最大の島で、鉄道や道路で、市街地と結ばれている。大所山の、大所は、大島の位。関東語で、大さんと発音する。所は、関東語では、普通、ジョイと読むが、大所は、滞在と同じ発音となり、縁起が良くないため、作りの、 共に基づく例外的な発音の言うとしている。英語名になったランタオはラン島に由来する。面積は146.48平方キロメートルで香港最大の島である。ランタオ島の大部分は離島区に属するが、北東の一部はワン区に属する。元は田舎の島で林道ハイキングや海水浴、大仏参拝をする人が訪れる程度であったが、 1980年代、初めに、東部の大白湾沿いに高級住宅地 U 経湾が造成され、多くの外国人が暮らし始めた。その後1998年北部に隣接する赤各周辺を埋め立てて、香港国際空港が開港した。2005年9月には東部に香港ディズニーランドがオープンし、2006年には空港の隣接町の東湯から大仏を結ぶ。 ロープウェイ、登るつぼ360も開業し、大仏周辺も再開発されるなど、大型建設プロジェクトが相次いでいる。香港島とフェリーで結ばれている梅か近くの銀行湾や南部の海岸には海水浴場もあり、夏にはリゾート客で賑わう。空港開港時には、空港、東有地区と急流半島、香港島とを結ぶ。 地上海線、東遊線が開通した。東遊駅にはバスターミナルも整備され、島内の主要地点に行くことができる。東遊駅からの上る坪360は、香港鉄路有限公師が管理していて、観光地となっている、法蓮前寺や天壇大仏近くまで行ける。島は大部分が自然公園に指定されており、ランタオトレイルとして、昔から林道も整備されていて、 ハイカーも多い。西部には棚屋と呼ばれる古い水上家屋が残る漁村の大屋旗があり、観光名所の一つとなっている。大屋旗では水上家屋と品薄いロイルカを見る観光船に乗ることもでき、休日にはタムロモンとフェリーでも結ばれている。港青本新書院はこの島にある中学校である。ありがとうございます。